昭和43年台風第7号は1968年8月7日に発生し日本に被害をもたらした台風である。進路図8月3日21時に日本のはるか南東の海上で熱帯低気圧が発生。8月7日9時に南鳥島近海の北緯24度2部、東経155度6部で台風第7号になった。 台風は日本列島へ向けて西北に進み、11日3時には本州の南海上まで進み、その後はゆっくりと南西へと進んで13日9時には徳之島へ中心気圧985ヘクトパスカルで接近した。台風は沖縄近海で速度が落ち、13日9時から15日15時にかけて東、シナ海で停滞。 14日21時には震度を北東に変えて、九州に16日15時に津島へ中心気圧970ヘクトパスカルで接近し、同日18時には日本海へと抜け、17日21時にソ連沿海地方の北四45度4部、統計135度8分の地点で温帯低気圧に変わった。この台風のように一旦東、シナ海上で停滞し、 急激に U ターンするような進路はかなり珍しく複雑な進路であった。この台風の影響で九州北部沖では船舶被害が発生し17日夜から18日にかけては台風崩れの低気圧から伸びる寒冷前線の影響で中部地方を中心に大雨となり岐阜県郡上市南では1時間に100ミリメートルを超す雨量を観測した。 この豪雨に見舞われた岐阜県白川町では観光バス2台が土砂崩れに巻き込まれて増水した平川に転落し、104人が死亡した。ありがとうございます。